皆様お帰りなさい、ヨメディオ。そしてリランさんとご無沙汰してます、エイタさんです。エイタだよ。ありがとうございます。はい、今日はね、あの視聴者さんから、うん、あ、待って、緊張して怖くない？恥ずかしい。なんではい、今日はね、あのリスナーさんにゆまちゃん催眠術にかけてもらってほしいっていうコメントが結構来てたので、今日は催眠術師のダイさん、あ、ダイですダイさんに、はい、お願いして催眠術をかけてもらおうっていう企画です。お願いします。いや、皆さん催眠術信じていますか？はい、信じてます。半々ぐらいですか。どうですか？信じたいですよ。信じたい、まあ、じゃあ今日かかってみて本当なのかどうかの方は全然見てもらっていいので、一緒にやっていきましょうか。はい、はい、面白っ。やった、すごい。なんかもうかかってる、もしかして。楽しい。はい、あ、もう僕回す。はい、全部任せる。あ、わかりました。じゃあまあ催眠術早速いろいろやっていきましょうか。はい、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、まあ催眠術かける前にちょっと簡単に自己紹介させていただきますと、はい、ではまあ催眠術師ダイという名前で活動しています。まあ、YouTube だったりテレビで催眠術かけておりまして、YouTube だとはじめ社長さんだったり、まあ、テレビだと桜井有吉ザ・夜会という番組でいろいろ催眠術をかけたりしております。で、今まで催眠術をかけた人数は50万人以上いらっしゃいます。まあ、催眠術、もちろんかかりやすい人、かかりにくい人います。なのでかかるコツを紹介していきたいと思います。ポイント1、催眠術かかってみたいよって人。はい、 OK、 完璧です。まあ、催眠術はかかりたいという気持ちがないとかかることはできません。へぇ。続いてポイント2、乗っかる気持ちです。そしてポイント3、イメージ力と集中力です。ちょっとじゃあテストしていきましょうか。目つぶってください。レモンを一つイメージしてください。レモンを丸ごと1個イメージしてください。そのレモン半分に切ります。断面じーっと見てください。じゅわーっと広がっていきます。そう、とってもジューシーなレモンです。口の中に広がります。はい、目開けてください。ちょっと何ですか？レモンもう最初からすごい切っちゃってて切っちゃっててまた切っちゃって、まあどうしようって、ちょっとどの面から見たら。これは強敵ですよ。今日は強敵ですよ。いい企画ですね。いい企画です。じゃあもうやっていきましょうか、いろんな催眠術。はい、そしたらこんな感じで手を前にまっすぐ伸ばしてください。ではイメージしてください。その右手には一冊の辞書が手のひらに平たくドンと載っています。続いて左手には手首に糸が巻かれています。そして糸上の方を見ると一つの風船がついています。その風船の色、形、はい、目開けてください。笑っちゃった俺。まあ、ただ何かここに感じた、何か引っ張られる感覚があった、まあ、どちらか片方何か感覚があったのであれば大丈夫です、うん、あった、ちゃんとあった。 あったし、あの筋力なさすぎてこの体勢が気持ちいい。ゲームしかしないからやばかった。この辞書を目線の高さに持っていく、うん、はい、手の力はもうリラックス、脱力しておきましょう。その石、右左左右に揺れるイメージをしてください。そうすると揺れてきます。揺れろ揺れろ揺れろ、あ、すごい、揺れろ揺れろと思えば思うほどいいですね。じゃあ続いてその石、前後縦に揺れるイメージをしてください。そうすると軌道が変わります。すごい。どんどん縦に揺れていきます。そう、少しずつ軌道が変わって、では最後その石、円を描くように回れとイメージをしてください。そうすると回る。動かしてる自覚が本当にないのに、はい、行くね、うん、行っちゃうんですよ。もうめっちゃ、もう一回やりましょう。で、もう念じるだけです。この石が右左に揺れるっていう、そういうイメージをすると揺れていきます。揺れろ揺れろと思えば思う、そうする。そしたらじゃあ自分で揺らしたい方向に声出してみましょう。縦に揺れろ縦に揺れろ。ひまちゃんやっときたよ。すごいです。ひまちゃんやっときた。
見たことあります、こうなってるところ、うん、はいはい、どういう状態かっていうと、皆さんがこうお布団に入って、あ、私もう寝ていいんだ、寝る直前の感覚です、あれめっちゃ気持ちよくないですか、うん、はいはい、あの感覚になっていただきます。はい、では目をつぶって今から僕が発する言葉イメージしてください。イメージすると、そう、体の力が抜けて脱力、リラックスしていく。ではいきます。今あなたは真っ白な階段、真っ白な10段ある階段の一番上にいます。リラックスできる、そんな不思議な。3つ数えて目を覚ますと、あなたはそう、とっても深い深い催眠状態です。なぜだかどんな催眠術にもかかってしまう、そんな不思議な状態で目を覚まします。おはようございます。ゆっくり目を開けてください。まあ、人によってはなんかちょっとぽやぽやする感じというか、ぼーっとしたりとか、まあ、いろいろあると思います。まあ、どんな感覚ですか？眠い。もう声出てないですよね、はい、どんな感覚ですか？ちょっと体が重いよ。体が重い、はい。まあ、こんな感じで催眠状態というのはこういう風に入ってより、催眠術にかかりやすい状態を作っていきます。で、僕の指を見てください。で、目だけで折ってください。顔は動かさなくて大丈夫です。目つぶって、ね、スーッと力抜ける。首の力抜けるスーッと19分3つ数えると目を覚まします。1つ2つ3つ、はい、おはようございます。大丈夫ですね、怖くないですよね、はい、もう一回指を見てください。手筋伸ばして見て、自信なくなってきたな、もうこんなにかかってるし私もなんかすごい自信、笑っちゃった俺、うん、楽しんで、はい、そしたらこんな感じで手をまっすぐ前に伸ばしましょう。持ってきて、そうするとスーッと寄っていく、寄っていく、どんどん寄っていく、どんどん寄っていく、集中すればするとどんどん指を寄っていく、スーッと寄っていきます。指ならじーっと見ててください。どうでしょう？やばい。お二人はどうでしょうか？ギリギリ開けそうで開けない。多分開けますよね。はい、大丈夫です、開いてます、大丈夫です。固まったらもう曲がらないよ、もう曲がらないよ、もう曲がらないよ、肘曲がらないですよね。曲がらない感覚楽しんでみてください。どうでしょう？え、これどうやって曲げるんだっけ？ちょっと曲がった。これ怖い。これ怖いですよね、はい、足ちょうどあのめっちゃかかりやすい、うん、ちょっとかかりやすい、こんなにゆまちゃんかかる人だと思わなかった。いや、私一番だと思った。そうそうそう、うん、あのね、あのかかるんだけど、うん、どっかで勝ちたい気持ちが生まれちゃって、うん、心の格闘してるんだ。じゃ続いての催眠術、まあ、この箱を使っていきたいと思います。まあ、今まで、体に催眠術をかけてきました。今度は皆さんの心に催眠をかけていきたいと思います。まあ、もちろん僕に渡すことは当たり前にできますよね、うん。そう、誰にも絶対に渡したくないもの、誰かが取ろうとするととっても嫌な気持ちがして絶対に離せない、はい、もうそうなっちゃうんですよね。はいはいはい、そういうことなんですよ。僕のなんですよ。僕のちょっと、まあそうですよね、はい、はい、もうここ2人は取れて、その大切な感情をちょっと変えていきましょうか。ちょっと愛おしいとかそういう感情に変えていきます。好きとか可愛いとかそういう感情が湧き上がっている。どんな風に見えてます今？柔らかい。で、この感情って実は取ることができるんですよ。これ取ったらこの中に入ってるから別に普通に渡すことができますよね。で、今この中に入ってるんで手貸してもらっていいですか？ここにパッてやったらここがすごい大切で可愛いんで、もう手離すことができないんですよ。手離そうとしてみてください。じゃないんです。もう全部が大切なんで、見てるだけで幸せ。やばい、疲れてもうた。おいでとか言ったり。ハッピーです。もしかしてうち離婚？すごいやん、こんなに素直な子やったんやな、お前。じゃあ催眠解きましょう。催眠解く、もう解けたんで大丈夫です。疲れた。いや、めちゃくちゃ一緒に営業回りたいです、ね。いや、すごくない？すごい。定番のやつ。はい、定番。これ。やっております。開いてないですか？開いてない。はい。あの、使ってなかったらもちろん銀紙があります、うん。はい。やっていきましょう。バニラアイスのように、そう、とっても甘く感じる。ここ2回押すと甘い成分がどんどん出てくるんで。はい、甘い、甘い。
ほらめっちゃ甘いよ。じゃあ大きくちゃんでいきますよ。ほら甘い甘い甘い。ほらめっちゃ甘いよ。ほら甘い甘い。どんどん甘い、どんどん甘い。食べれば食べるほどどんどん甘く感じる。辛くなる。はい、あ、やばいですね、やばいですね。ちょっとじゃあ僕が助けます。僕の手見てください。辛い感覚でスッと取れるんで、もう大丈夫です。スーッと消えていきます。もう大丈夫ですよね。辛くないですよね。あ、はい、消えました。催眠状態19876543。めちゃくちゃ甘いよ。ほら甘い、ほら甘い、ほら甘い。めちゃくちゃ甘いよ。ほら甘い。めちゃくちゃ甘い。食べれば食べるほど甘く感じる。催眠時計。めっちゃ辛い。めっちゃ辛い。いやもう残された道は本気で我慢するしかないよ。いや多分我慢できないし。え、じゃあパクチーとセロリが苦手だ。そうですね、すごい本当に無理だね。本当に無理、本当に無理。じゃあパクチーにしましょう。リーランさん、パクチー特に無理ですよね。うん、ダメなんだこれ。ダメ、マジで僕も好きですね。あ、パクチーは克服したいと。克服したらそうだな、期間棒のラーメンにパクチートッピングができるんだ。じゃあやっていきましょう。今パクチーが嫌いという感覚が少しずつ消えていきます。ただ難しいです。ダメだ。そうそう、それでも入ってるのでなかなか難しいですね。入ってる、もしかして。で、味覚も変えていきましょうか。ここ押したらもうめちゃくちゃ美味しいんです。何食べてもほら美味しいよ。ほらめっちゃ美味しい。食べてみます。どんどん幸せ。幸せ。食べれば食べるほど幸せ。これ食べれますよね。食べれる。すごい。克服しました。え、すごい。すごいよ、もう。はい。はい、そのまま、この催眠を溶かずに、今後パクチー食べてみてください。ヴィランさんがこう、かけてもらってる時に、なんかこっちで、うん、私も、え、食べてみたいかな。あの時点でもいけたよね。人の催眠術を盗む。人の取るなよ。うちの嫁だよ。じゃあまあセロリ、まあ普通に今パクチーは食べれましたよね。物が変わっただけです。やることは一緒です。食べれないというあなたの何人が全てです。そう、セロリだ。はい、まあここの部分めっちゃ美味しいんで食べてみてください。ほら美味しいよ。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。食べれば美味しい。美味しいですよね。はい、美味しい。え、美味しい。でもすごいのが、昔動画でセロリがどうしても食べられないって食べてもうえってやってる動画が昔撮ったことがある。ああ、美味しい。めっちゃ美味しい。セロリだよこれ。何味？え、なんかすごい美味しくて。やば！いやすごい。本当にもうね、本当にセロリ食べられないの知ってる私。よかったです。よかった。え、すごいじゃん、もう本当に。よかった。なんでも OK だね。なんでも OK なんだね。よかったです。じゃあこれは溶かずにね、はい、保存しておきましょう。ありがとうございます。はい、すごい。いや本当にありがとうございます。もうこちらこそありがとうございますって感じで、はい、本当にもうすごすぎちゃって、はい、よかったです。すごかった。はい、こんな感じでしたがいかがだったでしょうか。ダイさんの、うん、チャンネルとか詳細は概要欄の方に貼っておきます。で今日一緒に来てくれたリーダーさんと伊田さんの詳細も概要欄に貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではお疲れしょーレボリューション、またね。え、気づいてます？もう立てないです。立てます？立てないですよね。お疲れ様でした。まあいよいよちゃん、いよいちゃん、お疲れ。食料とか持ってこよう。人事会、うん、お疲れ様でした。コラボ動画上がってるので概要欄から見てね。もっとかけてまーす。バイバイ。指名言われちゃったよ、山ちゃんのチャンネルだから。もう大丈夫、立ってますね。あー怖い、本当に。やだ、すごっ。